バイパスを降りても、ずっと渋滞です。ごちそうさまでした。新築さんらくさんね、いただいてきました。やばかった、めっちゃうまかった。あの前手柄に会った時 の、 あのマグロの丼がめちゃめちゃうまかったんでね、まあこんな、ね、岡山行く日はちょっと途中で食べていきたくて寄らせていただいたんですけど、変わらない、めちゃめちゃいいマグロ丼出てきます。うまかったな本当に。あのわさび菜が入ってるのも忘れてましたけど、やっぱり一緒に食べたらね、あの来た甲斐があったなと思いました。マグロの部位 も、 もうあの珍しい部位がしっかり入ってるんですかね。あの独特の食感とあのわさび菜の感じがなかなか食べれない、いいお店だと思います。ごちそうさまでした。
はい、無事ね、牡蠣買うことができてね、あの牡蠣のそのなんだ販売されてる理由とかも全部分かって、あ、めっちゃ良かった。もう2000円分ですけどね、こんな量たくさん買えますんで、ぜひお越しください。毎年恒例のね、日生牡蠣横ストリートですね、行ってみようと思います。去年いただいたのはこちらね、浜屋みっちゃんさんね。今日も空いてるかな。堀さんいただいてきました。めちゃめちゃうまかったです。あの堀さんといったらあのふわふわのこうね、かきよこがあの有名だと思うんですけど、なんでふわふわになるかとかね、じっくり見てたんです。あの目の前で作ってくれてたんで、やっぱなんか分かりましたし、やっぱ素材の一つ一つまでしっかりしてるなっていうのが分かりました。あのふわふわ感って簡単にはやっぱり作れないっていうのがね、目の前でやっていただけると、実際食べてみると本当に分かって、大きい牡蠣とね一緒に合わせて食べたら最高でした。牡蠣の甘みももう本当に、解禁日の牡蠣が間に合ってるかどうかとかも分かんないんですけど、あの食べた感じはめちゃくちゃ甘くて美味しかったですって感じです。ごちそうさまでした。
海の駅潮祭からね、すぐ向かいには牡蠣の処理施設がありまして、ここでサコシの牡蠣で、毎年ちょうどこの目の前ぐらいで販売されます。11月中旬から末にかけてっていうことで一応言われてるみたいですね。注文してできるのを待っています。めちゃくちゃいい炭のいい匂い、めっちゃいい匂いしてます。もうたまりませんでした。思ってるもう3倍ぐらいいい店でしたね。めっちゃ良かったので。昔ねお伺いしてるんですけど、バイクで来たのは初めてですね。
はい、西尾さんいただいてきました。10個400円で、もう値段もえげつないねんけど味もうまいねん。ほんまにあの二身のタコをねふんだんに使って、あのいいぐらいの食感、硬すぎず柔らかすぎず、フルフルフルっと入ってきてね、飲み物みたいに入ってくるあの卵焼きって言ったらやっぱたまんないですね。いやごちそうさまでした美味しかった本当こうバイクで来てもバイク止めさせていただけるスペースもありますんで、あのツアラーの方たちは本当に非常に来ていただきやすいいいお店だと思います。初めていただきます、はい、ちょっと並び替えてこんな感じにしてみました。今火を通しているところですのでね、牡蠣とよいしょ焼き鳥、あと釣りの素揚げ、ね、これはもうできんの待つだけ。今日はこちらエビスね、プレミアムエールってやつ。この前あのあれでしょ、ホップの効いたビールね、あの飲んだら美味しかったからさ、今日もなんかそんな感じのビール飲みたかったんだ。見てこれ色めっちゃ濃いよ、クラフトビールみたいだね。いただきます。もろめっちゃあれじゃない、クラフトビールめっちゃ意識してるよ、そんな味するよ、これうまいわ。値段は結構高いいただきます。塩味もちゃんと効いてる、うん、下処理めっちゃうまいんじゃない？なんかあの食べれるとこ食べれないとこをこううまく分けたりとかすると思うんですけど、ヘタみたいなとこをわざと残して素揚げしてるから、そのヘタみたいなところがなんかこうちょっと口の中残っていい感じなんで、めっちゃうまいマジで。うん、やばいぐらいうまいマジで。いただきます。
船住さんか。店行った人だけ知ってると思うけど、炭のめちゃめちゃいい匂いするんだ。油の香りとさ。うん、今食べてるお肉ももちろん焼き鳥ももちろんいい炭の香りに乗ってる。身のほぐれ具合見たら分かると思うけど、もうフルフルくるよ。遠赤の熱でしっかりやってるから中まで火通ってるし、それでいて身はあのプルプルンとした感じですね。身皮牛、身、あの体の身と皮、あの鶏皮の皮、三河串、初めて食べます。私も初めて聞きました。形状でいうとどうなんですかね。皮っぽいとこもあれば、 身みたいなところもそのまま身と皮が合わさったとこ、身がたくさん乗った皮みたいな考え方でいいんじゃないかな。全然違うな。思ってた食感と全然違った。これうまいわ。身が来て皮が来て、身が来て皮が来てって、そんな感じかな。よー、油のこううまい具合に乗った鶏皮とタレがめっちゃ合います。あの店構えでさ、ウルトラ老舗でやってますって、あの今日も予約バンバン入っとってさ、めちゃくちゃオードブルとかさ、焼き鳥もクソほど焼いてあったんやけど、クソほど言うたからな、めちゃくちゃ焼いてあったんやけど、わかるわ、めっちゃうまいもん。食うてわかるわ。せせり。炭っていうところを本当最大限まで活かしてるって、そんな感じかな。焼き方がうまいから、もうその素材のうまさもちゃんと引き出してるから100点に近いですね。めっちゃうまい。あのなんか贅沢な焼き鳥とかじゃないです。あの庶民が今日焼き鳥食べねって言って食べる時の焼き鳥の味がします。でもそれのめちゃめちゃ出来がいいやつ。大丈夫かな。あ、持てる持てる。ちょっと火消したからね。この感じでいただきます。貝柱残ってんじゃん。行ってね、あの堀さんで柿を僕売ってるよ。堀さんの柿がもう甘ーってめちゃめちゃ甘くて、なんだこれって、あれはね、あのお好みの生地の中に入ったから、あのそういう甘さが増幅されるような作りになってると思うんですけど、この柿はねうまい、酒に合う。仕上がりは若干レアになってた。若干レア。若干ね、明日大丈夫ってちょっと不安やけど、やろうな。酒がもうほんまに進む味。この今日みたいなこのクラフトビールみたいなね、恵比寿飲んでたら本当にグッと入る感じでなっております。もう一個いただいてきますかね。ごめんねごめんね、汁垂れんだこの感じ。ごめんね。
ちょうどこの酒蒸しね、牡蠣で県蒸しでやったその県蒸しが終わってるので、よいしょ、見てこの黄金色たまんないでしょ。これ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 お醤油のねぎ焼きでね、いく県蒸しはほんま別格ですわ。今回自分でこう柿ネギをやってみて分かったのは、柿の量が大事なんじゃなくて柿の味の染み具合が大切なのかなと思いましたね。柿ネギにするとかな、柿おこって言って、まあ、柿おこって言うと重ね焼きにして、ね、キャベツいっぱいの場合だったらやっぱり爆量牡蠣入った方がね、質量が大きいですからね、美味しくなると思うんですけど、本当にもうこのネギ焼きお醤油牡蠣は風味豊かな牡蠣を使っていただければ本当に美味しくいただけると思います。ゴミの位置本当に最高です最高、うまいわこれは。値打ちあるな、ほんま。今月半ばになったらさ、生食用の牡蠣も袋入りの分が出るんですよ。だからそういう時はそっちでやると早くできるし楽かもしれないですけどね、このなんだ殻付きの牡蠣でやる意味っていうのは、香りがつきやすいのかな、磯の香りというのか、あと貝のその持ってる牡蠣の水分っていうのがパカッて開ける時出るじゃん、それがやっぱりこう素材を集めていく時にも溜まってきて水分が出やすいんでね、水分はちゃんと処理しとかないとお好みに入れるときは良くないんですけど、それでもやっぱり香りは乗りやすいなと思いましたね。これは家でお好みってそんなにあれやったけど、この家のこのもう使わんでっていうようなフライパンでガリガリコテ出していいんだったらこれいいね、本当に。またやろうわ。うん、まりまり。この流れか、お好みビールをね提唱される方がほとんどだと思いますけど、ネギ焼きからの県蒸しね、醤油のネギ焼きからの県蒸し、ほんまにうまい。なんかこうわちゃわちゃ飲むんじゃなくてね、私みたいにこう今家で一人でお好み焼いてね、今日も疲れた、もうぼちぼち寝ようかっていう時にこんなさせてもらえると思うとやっぱり幸せですね。ありがとうございました。皆さんぜひ平瀬ね、気になったら行ってみてください。ありがとうございました。